の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長金子恭君。ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、制定されたもので、本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業5カ年計画を定め、施設等の整備等を鋭意進めてきたところであります。しかしながら、日本各地で地震が多発し、また首都直下地震等の発生が懸念されている現状に鑑みれば、地震防災対策のなお一層の充実強化を図る必要があります。本案は地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、地震防災緊急事業にかかる国の負担、または補助の特例等に関する規定の有効期限を令和8年3月31日まで5年延長する改正を行うとするものであります。本案は、去る18日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。何とぞ議員閣議のご賛同をお願い申し上げます。採決いたします。本案を可決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は可決いたしました。日程第二、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告